はい、どうも、キャッチです。なんかの栃木県のね、乗馬クラブで64歳の薬剤師の女性が馬に噛まれて指を切断したみたいですね。専用の馬に乗ろうとしたらね、馬が抵抗して指を噛んだってことで、まあ乗馬クラブだからね、訓練された馬だろうし、そんなこともあるんですね。でもコメント欄を見てみると、意外にもね、噛まれた人の話題が書かれてました。牧草をあげる体験とかで手のひらをね、広げて上に乗して食べさせるようにね、言われて、その通りにしたけども、興奮していたのか、まあ手のひらごとね、ガブッと噛まれたみたいですね。まあこの草食動物なんで食べようとはね、してないんだろうけども、何があったんでしょうね。まあ、口元にね、何かが入ってきたら、まあ、歯をね、上下に閉じたりとかするみたいですけども、まあ、乗るタイミングっていうことなんで、ちょっとまあ不思議ですね。切断された指が回収されて、まあ、無事にね、元に戻ったらいいですけどね。まあ、馬とかはこの特にね、人の心がよくまあ分かる生き物って形でされていて、落馬とかしても踏まないように気を使う賢さとかもね、あるってことで、何かがあったのかも分かんないですね。まあ、そしてね、この短い記事の中にもヒントというか、まあ、この女性がね、薬剤師ってことも書かれてましたね。薬剤師っていうとやっぱりね、いろんな薬の匂いとかも染みついてるかもわからないですね。馬も他の動物と同じで嗅覚が発達しているようですね。だからまあそういった、ね、薬剤師の匂いに、まあ、こいつがね、危険だった形で敵意を感じて感じゃったんかもわからないですね。まあ実はね、同じようにこの動物に噛まれやすい人間がいるんですよね。まあそれがね、アクション屋様ですね。まあ今日のね、ショート動画でもアップしましたけども、アクション様はね、動物によく噛まれるようですね。アクション様はね、いろんな動物を飼っていて、最近ではね、カピバラとかを食べたこととか、ピラルクを食べたりとかね、いろいろとまあそれをね、食べたらダメでしょっていうような動物とかを食べたりとかして炎上してますよね。まあ動物とかもね、アクション様はね、危険だからって形で、まあそういったことをね、感じ取ったんかもわからないですね。道を張っていた青大将を捕まえようとして噛まれたことがあるようですね。浜名湖ではね、定置網漁に行ってね、ハモが取れて、牙が鋭くてね、危険なんで、兄の天皇陛下はね、トングをハモの口に入れましたけども、アクション様はね、自分の指を入れてハモに噛まれてね、泣いたみたいですね。まあこの青大将もハモもね、普通にこの噛むでしょうけども、周りの大人とかもね、噛まれるよって形で、なんで止めなかったんでしょうね。まあむしろね、噛まれるよって形で思われてたんですかね。まあ御所ではね、タヌキとかも飼ってたことがあるようですけども、まあ、アクション様がね、撫でようって形でしてね、足と手を噛まれたことがあるみたいですね。まあ、タヌキもね、飼ってたみたいですね。まあそういったね、飼っていたペットの名前とかを聞いたことがないですけどね。タヌキとかも食べられるって形で、まあ、そういった危険とかを感じたんですかね。まあちなみに高校生の時には、マリンパークでイルカとね、握手をしようとして、手がね、空いている口に入って噛まれたみたいですね。まあこのイルカにね、噛まれた箇所っていうのは、縫うまではなかったみたいですけども、今でもね、右手首の付け根に、まあ、その跡がね、残ってるみたいな話もあるみたいですね。動物にもね、こいつはこの悪いやつだから、噛まなければっていうね、本能が働いたんかもわからないですね。まあ、それでこの女性と、まあ、アクション様のね、共通点もね、一つあるかもわからないですね。まあ、それはね、匂いですね。薬剤師のいろんなね、危険な匂いとかを感じ取ったんかもわからないですけども、まあ、アクション様もね、毒花とかが好きですよね。だからもしかすると、そういったね、毒花の匂いに反応したんかもわからないですね。まあ、ちなみに今日はね、幸福の科学の後継者の話題とか、神宮外苑の都市開発の話題とか、嵐山通船のね、裁判の話題とか、高田恒也さんの話題とか、皇位継承の話題とかね、舞妓様の話題なんかも扱いながらやっていこうと思います。幸福の科学の大川隆法総裁がね、亡くなって、教団側もね、どう動くかって形で注目されてますけども、大川隆法は亡くなる前からね、80歳まで生きるってこととかね、生涯現役って形で言ったりとか、私がね、亡くなったらこの霊になって、二代目総裁に指示を送るって形で信者にもね、語ったようです。だからまあ次の総裁が決まればね、あくまでも大川隆法の霊を下ろして信者に話すってことですね。まあこのね、遺産とかをどうするかってことですけども、長男のね、ひろしさんは、もらえるものはね、もらうってことで、法的に言うとね、妻が半分で、残りをね、5人の子供で分けるってことですね。まあちなみにこのひろしさんはね、現在このカルト宗教から国民を守る党の代表として活動していてね、幸福の科学を潰す側だってことですね。だからまあ亡くなってからね、LINE が繋がっている、長女と次男に連絡をね、したようですけども、まあ、現時点で返事は来てないみたいですね。三男は韓国にね、亡命して、次女も亡命していてね、連絡先もわからないようですね。まあ、ちなみに信者は総裁の復活を信じてるって形のね、スタンスみたいですね。ひろしさんの母親も、大川隆法さんも東京大学で、ひろしさんもね、東京大学へ行かせようって形でしたみたいですね。まあ、それがね、中学受験に失敗して、そこからまあ喧嘩するようになってね、離婚したってことで、大川隆法はね、秘書と再婚するわけですね。もともとね、実務面は離婚した母がやってたんでね、まあ、それがいなくなったことでね、実務面に口を出したひろしさんが、2017年に養子を外されて、長女が後継者として指名されたわけですね。まあ、それまでね、弟とか次女とかも偉人の生まれ変わりって形でされてましたけども、なぜかね、カッパとか妖怪の生まれ変わりに降格されたみたいですね。で、まあ、長女もね、つい最近、副理事長っていうポジションから左遷されたみたいですね。まあ、ちなみに長女はね、天照大御神の生まれ変わりって形でされてたみたいですけども、実はね、妖怪でしたって形で、格下げの霊言が発表されたみたいですね。まあ、これがね、2月の26日なんで、最近まで元気だったみたいですね。
まあ、つい最近までね、一番支持があったのは長女でね、信者からの支持があったようですけども、役職的にはね、総裁補佐をしてきた再婚相手の嫁が後継者ってことで、まあ、この2人にね絞られてるんじゃないかってことですね。ただまあ信者が一番信じてるのが霊言ですね。この霊言についてはね、大川隆法が免許を与えているのが、ひろしさんと三男の二人だけのはずってことですね。まあ、霊言なくして幸福の科学は成り立たないってことですね。だからおそらくね、長女か再婚相手がどちらかが後継者になるか、まあ、分配になるんだろうけども、信者はね、離れていくだろうってことですね。まあ、この幸福の科学も実質ね、自民党寄りだし、宗教票が次はね、大きく変わるかもわからないですね。まあ、ちなみにね、統一地方選挙では、衆参両院で5つね、補選がありますけども、ここでもね、いろいろとこの波乱があるようですね。予定では自民党が交渉いけるだろうって形でなってたみたいですけども、和歌山1区の候補者で門博文の出馬が決まったみたいですね。まあ、このね、門博文は路中不倫をしたりとか、野党の岸本議員にも4連敗してましたけども、岸本氏が支持に転身をしたから、参議院の世耕議員か鶴保議員が位替えかって形で言われてましたけども、まあ、門氏をね、自民党公認で擁立したわけですね。この和歌山もね、10増10減で2区と3区が合併して新2区になるって形でね、そこはこの世耕氏は鞍替えを狙っていて、二階さんが84歳で、まあ、次はね、引退するだろうから、まあ、その地盤を狙ってるわけですね。で、まあ、二階さんはね、1区を世耕さんにするように動いたみたいですね。まあ、それはね、断る理由にも門氏を擁立したということで、二階さんの求めを断る形になったわけですね。鶴保議員が出ても勝てるというね、情勢調査が出ていたけども、二階さんはね、門氏の擁立を受け入れたわけですね。まあ、これはね、二階さんとしてみても、加藤さんが負ければ世耕さんの影響力が落ちるということですね。まあ、そしてね、加藤さんが勝てば二階さんの派閥が増えるということで、二階さんとしたらね、押してくれてもいいしね、当選してくれてもいいということですね。まあ、山口もね、岸信千代や安倍さんの後継者もどんなね、選挙結果になるのか見ものですね。山口も10増10減の対象だし、安倍さんの後継者は議席を獲得してもね、次はこの林外務大臣が議席を取るだろうしね、その前にね、有田芳生さんが立候補を表明したんで、安倍さんのね、後継候補といえ無名なんでどうなるかですね。まあ、ちなみにね、例の神宮外苑のね、都市開発の件で三井不動産不買運動がトレンドに上がってましたね。実質の自然破壊ということで、1000本の樹木を伐採かって形で思ってたら、1万本の樹木を伐採だったみたいですね。まあ、三井不動産の不買運動というよりも、そもそもね、小池都知事が再開発にね、5を出したのが一番の問題だったけども、いろいろとね、裏ではこの三井不動産とか森本市長とかね、自分たちの稼ぎのために利用されているということですね。そもそも二酸化炭素をね、吸収してくれる樹木を1万本も伐採ということですけども、異常ですよね。東京都はね、新築住宅に太陽光パネル義務化っていうことで、太陽光利権もね、三浦瑠麗さんの夫が逮捕されたことで、小池都知事もね、含めて、いろいろとね、政治家が絡んでくるかもわからないですね。まあ、これまでね、3メーター以上の樹木に関しては、1000本ほどね、伐採するということで、反対運動が起きていましたけども、実際にはね、3メートル以下の樹木を含めてなくて、環境対策の対象外って形で、まあ、それもね、含めたら、1万本ぐらいの樹木を伐採するということですね。自然を破壊しまくって、環境アピールで、太陽光発電ですからね。太陽光よりも樹木を残した方がよっぽどね、環境のためになると思うけども、ここの工事を受注したのが三井不動産ってことで、不買運動が起きてるわけですね。三井不動産の岩佐会長は2012年に明治神宮の総代に就任して、神宮外の工事にもね、許可が取りやすくなって、許可したら自分の会社でね、やりますってことで、完全に受注とかも最初からね、決まってたんじゃないかってことですね。まあ、ちなみに小池都知事はこの神宮外苑だけじゃなくてね、江戸川区の都立葛西臨空公園とかも水族館をね、リニューアルして平らな樹木を伐採するようですね。もうこの利権のためだったらね、何でもするって感じですよね。まあ、ちなみにこの神宮外苑の樹木伐採に反対運動で署名運動しているのがロシェル・カップ氏で、ニューヨーク州の、ね、生まれだから、小室圭の結婚には大賛成のツイートをしていました。論文の賞とかも素晴らしい賞を受賞とかね、結婚が決まった時から持ち上げたんでね、どっちかっていうと三井不動産は皇室案件で、眞子さんもね、三井不動産の物件でしたよね。あえてその三井不動産を攻撃するようなツイートをトレンドにするって形でね、なんかこの悪島家にね、裏切られて、その仕返しで署名運動までね、起こして怒りの反撃をしているんだとしたらね、笑っちゃいますけどね。小室家のことをね、思い叩いてたのに、まあ、僕がね、神宮外の森林伐採の件で、佳子さまが緑の感謝祭の総裁としてね、反対の声明を出せばね、いいのにって形でツイートしたのにもね、いいねとかをしてくれました。しかもその後もね、ずっとこの小室圭を擁護していて、昨年4月30日のね、小室圭が米証券取引委員会の文書にね、名前が連名で掲載された文書に関しても、この人が一番最初にね、記事を紹介してました。4月29日にサンドラで記事が載って、30日にはね、ロシェルカップさんがツイッターでね、ツイートをして、これで彼の実力を認めるかしらって形でね、そういったツイートとかをしてるんですよね。小室圭の批判記事に関しては一貫してね、擁護をしてきましたけども、小室圭にとってね、一番喜ばしいニュースである司法試験合格の時にはね、ツイートがないわけですね。これまでね、散々この小室圭を擁護してきて、米証券取引委員会の文書も紹介をしてね、褒めたたいたのに、司法試験合格に関してはね、ツイートがなかったんですよね。それでまあ、神宮外の樹木伐採にね、反対運動をしていたのが昨年6月なんですよね。
まさに小室圭の擁護がピタッとね止まった時なんですよね。まあ、ある意味ね、小室圭が司法試験事前入試を決めた時でもあるかもわかんないですね。まあ、ちなみに今日はね、嵐山通船の損害賠償の判決ってことですけども、これはね、山科鳥類研究所が100万円を打診していたことが分かったわけですね。しかも旅費とかもたくさんねもらってたってことですね。奥野拓司に関してはね、税務調査をされたら二重取りをしている疑惑とかもあるってことですね。山科鳥類研究所が打診したのは、お金をね出したら白先生様がね来てくれるってことで、あくまでもね山科鳥類研究所からの打診だってことですね。それでまあ奥野拓司氏に湯川社長が渡したってことですね。お金を払ったと言っていてね、これが2回目からは領収書を出さずにねやってたようなんで、どうなるかってことですね。宮内庁も予算を出しないようだしね、この山科鳥類研究所とかもねかなり怪しいってことですね。鵜飼サミットに関しては招待したけども結局ね来れなかったってことですけども、お言葉は出しているということで、これに関してはね宮内庁経由でお言葉を述べたのかね、宮内庁を通さずにお言葉を述べたのかってことですね。宮内庁を通さずだったらお金をねもらってるんじゃないかってことで、国民を疑っているわけだから会計監査をしないとダメなんじゃないかってことですね。それとね、鵜飼小屋に関しても明らかに手抜き工事ってことですね。この受注業者もね、宮内庁の受注業者がやっているということで、宮内庁もグルの疑惑があるわけですね。しかも中国でもね事業展開していて、中国ではね日本国宝級の提携師として皇室利用したビジネスとかもしているということで、まさにね武田恒也親王みたいなビジネスとかをしているところですね。まあ、ちなみにね武田恒也さんに関しては中国に何度かね行ってますけども、この間逮捕された三浦瑠麗さんの弟とビジネスパートナーだった形で、昨年9月にね武田さん自身が明かしているわけですね。それでね、この三浦瑠麗の夫がやっているね中川企画建設っていう会社と同じビルでね、事務所が4階と6階でって形でフロア違いなわけですね。まあ、そこでね知り合ったのか、分かっててフロア違いだったのか分かんないですけども、いろいろとね怪しいわけですね。太陽光に関しては武田恒也さんもねエコホールディングスの取締役をしていたわけですね。まあ、そしてねこのエコホールディングスが大阪のメガソーラーの事業に入札をして、落札をしてからねすぐに上海電力に事業を引き渡したって形で、まあ、これについてね武田さんは知らないって形で言ってるけども、取締役でね知らないわけがないし、同じ取締役の中国人とかも知ってるだろうとこですね。まあ、ちなみにね武田さんに関しては下手物好きで中国にねいたりとかしていて、猫の汁が美味しかったとかね、ラクダの肉とかを食べたって形でね、そういったエピソードとかも書かれてましたけども、まあ、これはね観光で中国に行ったわけじゃなくて、太陽光のビジネスとかも絡んでるんじゃないかってことですね。まあ、それにしてもね、アクシメッキがね小室圭と真子さんの結婚によってみんなね悪いことをするんじゃないかって形でチェックをしだしてからね、迂回の裁判とかだったり、そこに絡んできたね武田恒也さんも太陽光とか台湾でのね新農ビジネスとかね、いろいろとまあ判明してきたわけですね。武田さんに関してはね太陽光もあるけども、ビジネスの保守も安倍さんが亡くなったからいろいろとね三浦さんの夫が逮捕されたりとか、やっぱりね安倍さんでストップがかかったんでしょうね。これまでもアクシナ家に関してはね褒め記事ばかりだったけども、眞子さんの騒動があるまではあまりね気にならなかっただけかもわからないですね。佳子様に関しても次期天皇家の皇女で女性宮家も創設するかもわからないし、一人暮らしができて当たり前的なことも書かれてましたけども、もうねアクシナ家の信用は完全にね失いましたよね。なぜ皇室典範のね天皇家の子供しか継承できないことになっているのかが分かりましたね。アクシメ家はねそもそもこの天皇になる気がなかったわけだから、そういった教育を受けてこなかったしね、受けなくても宮内庁も何も言わなかったわけですね。それがいきなりね今日からこの天皇になるかも分からないからなんてね言われてしまうと、日本国の象徴なんてなれないですからね。眞子さんも佳子さまも ICU でキリスト教だし、天皇家がねキリスト教もどうなんだっていうのもあるし、いろいろとね揚げ記事はあるけども具体的な報道がないわけですね。特にまあ悠仁さまに関してはね、お茶の水で成績最優秀グループだったとかでね、定型校進学制度を利用しましたけども、盗作作文でご指摘に感謝で、実は運動神経がいいって形の報道とかもね、具体的な報道はなくて、ぶっちぎりのビルの方が写真付きでね具体的な報道ですよね。筑波大附属高校の女子とかも悠仁さまのことを狙ってるみたいな記事とかも書かれたりとか、トンボの研究とかね稲の研究とかも報道あるけども、具体的にね何のトンボの研究とか稲の交配実験に関しても、1年や2年で結果が出るようなことじゃないのに何か賞をね受賞したら、まあ、実はねだいぶ前からやってましたって形で言うんでしょうね。まあ今年はね何か賞を受賞してくるんでしょうね。それでまあ東京大学へ推薦で行くんだろうけども、東京大学へ推薦で行くような人っていうのは積極的でね、クラスをまとめるようなリーダーシップ的な要素とかも求められたりとかしてね、勉強以外の分野とかでもアピールをしなければいけないのに、学校での報道っていうのはね全くないですよね。国語の成績がやばいってことは報道されたぐらいでね、それを否定するような報道ぐらいしかなくて、具体的にはね何も報道されてませんよね。宮内庁文化祭の作品とかが悠仁さまの作品だったら、芸術の授業とかもずば抜けてるはずやのに、何もそういった報道とかはないですね。まあ、ちなみに、ね、月刊層の記事とかでも愛子様のお相手について書かれてましたね。以前にこの週刊誌とかにね清宮家の団家なしと会っていてね、あたかもこの付き合っているような感じで報じられたわけですね。それでね相手はこの早稲田卒のイケメンで、4歳年上で御所でねお見合いって感じで、相手も清宮家の家系で、天皇陛下ともね同級生だってことで報道されて、昨年も会ってるからねいい関係なんじゃないかって形で言うことですけども、普通にね天皇陛下の同級生でもありますからね。
それでまあ週刊新潮の記事とかでも統一教会の世界日報にたびたびね登場する矢作秀次が旧宮家の男系男子が男系女子の愛子様と結婚されることは理想的なことだって形の記事ですね。皇族数の確保にもなるし皇位継承にもなるって形で理想的ってことですね。ただまあこれはね本人に聞いたわけじゃなくて勝手にね周りがそんな感じだって形で記事にしてるだけってことですね。そもそもそんなことよりもね天皇陛下を無視して皇位継承の問題をほったらかしていることが一番問題だってことですね。皇族の将来を国民が束縛をしているということでそこをね問題にしろってことですね。まあ、ちなみにね愛子様に関しては愛来でもね成年皇族から1年ってことでね杉野理子さんが記事を書いてましたけども愛子様についてはね驚かれたことはとにかくね具体的な表現が多かったってことですね。皇室の方々っていうのは記者会見とかでね抽象的な表現とかをされることが多いようですけども愛子様はねすごくこの丁寧に具体的なエピソードを語っていてねそれが新鮮だったってことですね。まあ、確かに言われてみたらすごくまあ具体的なエピソードが多かったですよね。まあどこでもね寝れる話とか那須御用邸ではねソファーで朝まで寝てしまった話とか家族3人でサーフボードに乗っていて見事全員で海に落下しましたっていう形のね話とかも良かったですよね。品格があってねそこにこの面白いエピソードを交えてるから親近感とかも湧きますよね。天皇皇后両陛下の失敗エピソードでもねあるわけだけども皇族も一般の国民と、まあ、変わらない一面があるんだって形でね、まあ、そういうことがね分かったりとか人柄とかも伝わってきてね良かったですよね。愛子様は小さい頃はね人見知りするところがあったのか雅子様の後ろにね隠れてるような印象とかで入学式とか卒業式とかも雅子様にね促されてようやくまあ答えるって感じで引っ込み思案的な印象があったわけですね。まあそれがね成年皇族の記者会見では30分近くのね長い会見で用意した紙とかを見ずに完璧な会見だったってことですね。まあ、これまでね軽くうつむいて話している印象だったけども堂々とね会見したってことでこれもね天皇陛下のアドバイスについて触れてましたよね。質問者の顔とかその人に話すようにって形のねアドバイスとかでそれを実践してね会見の仕方とかも克服していたんでしょうね。さらに一般参賀でもね今年は初めてでしたけども雅子様と並んでお立ちになってねその所作が雅子様とそっくりだったってことですね。まあ、これはね天皇皇后両陛下のお役に立ちたいっていう形の気持ちが強くね育ったんじゃないかってことでこれまでの雅子様のね苦労とかいろいろとね見てきた中で自然にね両陛下の役に立とうって形の気持ちが芽生えたんじゃないかってことですね。まあ、愛子様に関してはねこれからまあ大学4年生として学校にね通学をされるって形で楽しみですね。まあ、それにしてもね引っ込み思案の愛子様を必要以上にね叩いたのがメディアってことですね。本当にこんな立派に成長されたのが奇跡ですよね。逆にまあ秋篠宮に関してはね用語記事ばかり書かせていてパフォーマンスでねこれまでの不正がどんどんまあバレてきてるってことですけども完全にね真逆の結果になってますよね。やっぱりね悪い行いをすると自分たちに跳ね返ってくるわけですね。迂回の裁判とかで秋篠宮の、ね、名前とかも出てきて裁判記録にもね載ったわけだしそれだけでもね十分に重大な事故だと思いますけどね。長年付き合いがあった側近が秋篠様をね利用していたってことであとその詳しい話が聞けそうですね。まあ、正式な裁判記録なんで後からね不正とかで削除することもできないですからね。いくら皇室とかね宮内庁や政府から圧力をかけてもね裁判記録がどうすることもできないでしょうね。まあこの裁判を受けてね戴冠式とかも秋篠宮家ではねダメだって形で宮内庁とか政府とかもね判断してほしいですけどもどうなりますかね。やっぱりね悪いことをした人たちはみんな裁かれてほしいですね。あなたは誰が最初に逮捕されると思いますか。このチャンネルでは国会図書館とかで古い記事とかを取り寄せて他のチャンネルではね見れないような情報とかも扱っているので、まあ、こんな記事を扱ってほしいっていうのもあったらねコメントをお願いします。まあ、そして良ければねチャンネル登録とベルマークをクリックをして、まあ、通知の設定の方もしておいてくださいね。